皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は10月の15日です。10月ももう半ばですね。早い本当にね。ということで、今回なんですけども、私はですね、このコロナ禍ということで、国からいろいろこう持続化給付金でやってるとか、いろんなこう補助が出てるじゃないですか。これについて今日はねお伝えしていこうかなと思います。で、私が今まで申請してきたもの、申請してきてもまだ何も返事もお金もまだ降りてないよというもの、そしてこれからちょっとやっていこうかなというもの、これについてねお伝えしていこうかなと思います。なので、農業をやってられる方ですね、それから申請どういうのがあるんだろうって気になってる方とか、そういう方に向けてですね、分かりやすくですね、今回ちょっとお伝えして、あ、じゃあそうやったら自分もやってみようかなって思うんであれば、やってもらって、申請していただいてね、こういう状況なんで、しっかりとですね補助金の方を受け取っていただいて、農業経営の方に回していただいてしていただければいいんじゃないかなと思っております。で、今回ですね、私が、補助金として提出しているもの、申請しているものでいえば、皆様方個人事業主とかお店であれば、持続化給付金ですね、個人で100万、会社で200万ってやつです。これは申請して、もう100万円の方は出ております。これ大概の方はね、もう申請してらっしゃるのかなとも思いますし、私の場合ですね、やっぱり去年、と比べて今年の3月ですか、ガクンとね、もうゼロだったんで今年の3月ね、本当にね、去年の半分以下になってしまって、持続化給付金の方を申請しました。それからですね、農業経営とか漁業者の方に向けて、出てるものが、経営継続補助金っていうやつですね。これは、どういうものかと言います。これね、俺申請したの6月 ?6 月くらいだと思うんですよ。まだ何もね、返事ないです。皆様方返事ありました。ググってもですね、返事あってうち降りたよとか、うち補助金出たよとか、経営継続補助金で全く音沙汰も何にもなくてですね、困ってました。で、農協さんの方からですね、私が申請の際にお手伝いしてもらった、農協さんの担当者さんの方に聞いてもですね、まだ全くもって、国からの返信とかも何にもないそうです。で、農政事務所の方に確認しても全くね、いつになるかどうなってるのかって分かんないと。当初ね、9月最初に来た時は9月いっぱいで、申請された方のその審査が終わって、どこに降りる、誰に降りるっていうのがね、手紙でね、その各々の農家さんごとに来るような話だったんですけども、全くね9月過ぎても来ないと。で、10月今もう15日で半ば全く来ないと。で、一応その二次募集でもあるみたいなんですよ。で、二次募集の募集もその一次のその結果次第で二次募集やるよっていう話なんですけど、二次募集もまだね、その結果出てないんでできてないということで、全くこう先が見えてないっていうか、どういう状況なんだろうなっていう話なんですよね。困りましたよね。これを本当にね、使ってね何かしようという方は、いつになるんだっていう形ですよね。これが、経営継続補助金ですね。で、もう一つ私ですね、高収益作物持続化給付金ですね、これも申請しました。これは、3月、作物がある方、作物あって収入が落ちた方なのかな、今年のその3月、4月で、出荷物あって、生産物があって出荷したよという人が申し込めるやつですね。私の場合はほうれん草かな、があったんで、それで、申請の方は出しました。高収益作物、時期作支援交付金だったかな、それを申請しました。ですが、これもですね、まだ何も落とさないので、これは役場かな、役場に行って申請しました。ですが、こちらの方も、申請がどうにかなれば、お家の方に、ね、お手紙で結果いきますよって話なんですけども、これも全くこう何もないということで、今のところ持続化給付金の100万円以外ですね、経営継続補助金と高収益作物、これについては全くもって何もないというような形で、これで、ね、受け取ってる方いたらね、ちょっとコメントとかいただけると非常に嬉しいんですけど、これいつになんねんって話ですよ。困りましたね。これを当てにしてね、なんとかこう回していこうとか本当に考えている人はちょっと大変かな。で、ちなみに私は北海道北斗市なんですけども、北海道で、北海道で農業やられてる方に関しまして、あとね、2つほどね、給付金あるよってことで、給付金補助金かなってことで、ご案内が、ありました。
これ、まあ、ちょっと前からあったみたいなんです、まあ、全然あの動画に撮るで時間とかもなくてあれなんですけども、おこれですね、この北海道経営持続化臨時特別支援金の申請について、これですね、このね、北海道おこの北海道経営持続化臨時特別支援金ですね、こちらと、それからですね、この、この家賃支援給付金の申請についてと。ちなみにこのまずね、北海道経営持続化臨時特別支援金ということでやっていきますと、北海道独自のものとなっております。でこれも持続化給付金の100万円 の申請と同じで個人で、まあ、申請するというような形で、適用のその、なんていうんですかね、留意事項で、まあ、持続化給付金とほとんど同じ、ですね、内容がですが、北海道独自のものになりますんで、こちらはですね、5万円が、支給されるそうです。で、こちら5万円ですね、要項を見てますとね、北海道の経営持続化臨時特別支援金ですね、支援金 B ですね、今回の道の休業要請等の対象外の事業者の皆様が対象と。だからお店とかで休んだ人以外の人で、この農家やってて、この北海道スタイルに、宣言して、やれますよというような形で、まあ、なんですかね、給付金の方を申請いただければ、5万円ということで申請、ですね、支給額が受けられるということです。まあ、5万円でもやっぱり、ね、非常にこう種代とかそういうのでもやっぱ大きいかなとは思いますので、支援金の方ですね、こちらは、締め切りが令和3年の1月15日が申請期限で、1回限りという形になっております。まあ、今までその、ね、夜の店だったり居酒屋さんであったりだとかそういった方に関しましては、まあ、休業要請とでね、休業してもらいましたんで、これ10万円、あの代わりですみたいな形で、支援金来てます。農家の方に関しましては、休業要請の対象外の事業者ですね。まあ、私たちもやっぱり、なんだかんだ言って、春ですね、野菜の、価格に影響してますんで、そういった形でも、臨時特別支援金もありますというような形で、まあ、持続化給付金の100万円とほぼ要項が一緒でございますんで、これ申請した方であれば、あの同じような形でできるんじゃないかと思います。申請方法は郵送による申請ですね、それから電子申請もあります。私は、まあ、パソコンでやろうかなと思ってますんで、こちらの方ですね、申請していこうかなとパソコンでね思っております。これは1月の31日まででございますんで、皆様方忘れないように申請していただきたいという形になります。で、もう一つの方はですね、家賃支援給付金ですね。これもまあ一時期上になりましたけれども、これに関しまして農業はどうやって関わってくんねんって話で、農地の賃料らしいです。で、賃貸借で、されてる方で、あの農地を借りてお金払ってる方はその分の半分をこちらですね、 50% 以上減少 30% 以上のいつ例になっても対象ですって書いてますんで、まあ、うちねそういったものないんでこれは関係ないんですけども、あの農地を借りてる方であれば、こちらですね、個人の場合法人の場合、いろいろこう、預賃支援給付金ということで、農地の賃料ですね、上限額が個人で、300万、法人600万ということで、おりるそうです。なので、こちらの方もですね、農地借りてる方であれば、対象になることになるかなと思いますんで、一度ですね、これもホームページありますんで見ていただけたらいいかなと思います。これは、まあ、農林水産省の家賃支援給付金のお知らせということで来てますんで、ページですね、そちらの農林水産省の方で、こちらホームページもありますんで、こちらの方は見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。期限が1月の15日、来年の1月15日まででございますので、申請はホームページからでもできますし、まあ、あの申請サポート、入力サポート、パソコンできないよっていう人とか、まあ、あれですよね、私たちの父親世代というんですか、65歳とか70歳の方、できる人はいいんでしょうけども、できない方、っていうのはやっぱりね、そうやって申請サポートの場所っていうのもね、それぞれ載ってますんで、私たちの地域では北海道の函館でございます、ね、サポート会場はホテルホッケクラブっていうところでね、やってるそうです。なので、こちらでね、まあ、この家賃支援給付金っていうのもやってるそうですから、一度ね、お試しいただけたら、見ていただいてね、やっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、私はですね、持続化給付金以外、まあ何も来てませんよと。
高収益作物にしろ経営持続化給付金にしろまだ何にも落とさずありません。またおすすめありましたらこの動画でねしていきたいなと思います。で今後まあ近いうち、まあ、ちょっとね時間で作って、これも1月の15日まで申請期限でございますのでさっさとやってしまえないと忘れてしまいそうでございますので、ね、こちらの北海道経営持続化臨時特別給5万円のやつ、これは申請しようかなと思っております。はい、皆さんの経営に関してね本当にね大事な部分かなと思いますんで、これね申請されてない方は該当するかどうか確認ですね、農協さんでもよろしいかなと思いますし役場の方でもいいかと思います。一度確認していただいてですねこういうご時世でございますんでしっかりと受け取るものは受け取っていただいて、次のね作物ね次の 農業にね続けていけれるようなね繁栄できるような、そういった形でですね経営の方ね補助金の方ですね使っていただいてやっていただければいいんじゃないかなと思います。私もですね、今年は、ソフィー買いましたし、あと、肥料まく機械かな、そちらの方も買いまして、まあ、今まで2人でやってたもの、3人でたものを、まあ、1人でできるような形で、やっております。なのでですね、非常にこう効率化にもなりましたし、この感染させるというリスクも減りましたので、非常にこう有意義な、風にね、使わせていただいておりますので、皆様方もですね、そういった用途ですね、考えていただいて、使えるところを使っていただいたらいいと思います。それでは今回の動画は以上になります。本当にいつもご視聴くださいましてありがとうございます。励みになっております。それから、今後もですね、皆様方のお役に立てるような動画ですね、作っていきたいなと思いますので、一つご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。じゃあねー。